私が紹介するのは三条市の一の木戸商店街という場所にあるミンクルという店を紹介したいと思います。大正時代に建てられた赤レンガ倉庫と昭和初期に建てられた三条の伝統的な街づくりの家を改修して再利用しています。現在はツリーというハンバーガーショップになっていて、地元の食材をふんだんに使ったとても美味しいボリューム満点のハンバーガーがあります。ミンクル内はサークル活動などもできる和室や Wi-Fi を使うことも可能なコワーキングスペースという場所もあります。入ってすぐには物販のチャレンジショップも併設されていて、珍しいコミュニティ地域活動の場となっています。お店もすごくおしゃれで綺麗で、ハンバーガーもすごく美味しいのでおすすめの場所です。ぜひ興味のある人はぜひ行ってみてください。